テレビがねね、うん、ずっっっっとと和ばっかりりややてるんでですすすよよちょぎもうちょっとしんどいなと思ってね、うん、いやいいんだけど、まあ、それするしかないんだろうけど、うん、ちょっとね何でもかんでもですよ、うん、でミヤネ屋とか見ててもね令和、うん、ってこう書いたバックがあってそこにミヤネ屋さんが立っててね「はいはい、さあ新しい時代の始まりです」とか言うでねパッとこう幕が上がるとねオーケストラがいるんですよ。はい、でオーケストラがあまあその令和を記念してでしょうね。はい 世界で一つだけの花を、さんが指揮してやるわけよ。でなんかなんか知らんけども梅田富美さんみたいなのでっかい金みたいなの持って待ってたりするわけあとはなんかどっかの大学のそういう本物のコンテストで優勝したような楽団ですわそんな延々と見せられるわけよそんな延々と見せられるわけよそこで見ながらね何で俺こんな見せられるんだとよってね。思って何の意味があるんやろこれって思いながら。 か意味あります例えば宮根さんが指揮することに何か意味があるのかとかそういうことないんでしょうねんか私としてはじゃあこれからどうするかあの問題まだ平成に残ってるけど令和に持ち越しでどうするかとかそういう話してほしいですよねでもなんかそう言うとさ何だっさいこと言うてねみたいなねなんかもう帳消しみたいな感じになってそんなわけにいかへんっていうんですよ。がっ僕だから一番びくりしたのの年以降 あの2012年だったらまあ安倍さんが第二次内閣を作ったぐらいかな6年、7年やってるからまあ2012年ぐらいがら発足したと思うんですけども、うんはい、そこ、ねね、からの8年間のですね、うん、あのえ統計、うん、の資料というかあの賃金の資料とかいいろ残してるやんか、はい、あれでも廃棄されてて<え>分からなくなってるわけ、えー、8年間 <laughs> さっきののややつやのになないいねからあれが そのどんな統計でどうやったかということの根本がないから検証しようがななくってるネットでねある人がね悪い点テストを取ったガキがね親に見せられないから捨ててね「いや実はええ点だったんです」みたいな「お前ほんまか?」みたいななことやっていうまさにそうですよ。で僕はねまさにそうなんだけどもう一個そこにプラスアルファがあるんだとといいううこかと。 子供が捨てました、えー、実は取りました。実は取りなお前あかんや,いやないやんかと「いやだって A 点やったんやもん」って言うてます「うん、ほんまか?」って言うてます、うん、まあここまでじゃなくて「うん、じゃあ学校に聞くよ学校は残ってるやろ」っつって、うんうん、学校に問い合わせたら学校も「いやちょっと残ってないんです」って言うてるのが今の世の中や学校もグルやということなんですよ。すね、子供が捨てんのやったら子供捨てて学校行ったら点わかるから「うん、お前何捨て,てんねや」ってなるけども今の この状態は学校自体もぐるいやから、わからないんですよ。うん、すよもう何一つ。で、そういうことでね、うん、その景気がいいとか悪いとか、よう言うたなと。うん、何をもとに景気悪いと判断しとんね、世界でしょ、うんまあ、でね、ね賃金なんて一番根本じゃないですか。うん、その。ね、働いてる人がいくらもらってるのか、うん、それによって。あのあ景気がいいんだと悪いんだと判断をするわけじゃないですか。うんはい、言うてみたら。うん、ね。 かそれが残ってないから検証しようがなくって、うん、よかったんですよ景気はとずっとなんか何,何年もずっといい景気、うんね、だったんですよってそんな捨てた資料を元にして言ってたわけでしょ。うん、でこんなそんなその例えば官僚たちっていうかそれを信頼できるかって言ったら信頼できないじゃないですか。うん、そうですね,ね。だから本当にこうやるにこと書いてというかさ、うん、ひどいと思いませんかいや、ですね。うんうん んかそれをもうんかこう改元したしみたいなどさくさ感がすごいちょうどんかだから全部なんかこう時代の流れが今の政権をこう、味方しているなとそれは偶然ももちろんあるんですけどね対されるっていうあの特例が出たっていうのもそうなんですけどなんかこうみんなそれでお祭り騒ぎして木そらせていろいろ処理しているというか都合の悪いことは全部。 な,なかったことにしようとしてるようなどうししてても考えてしまうで、本当にそうだしそれ以外の考えようがあったら教えてほしいぐらいだけど、うんあまあ、だからね本来はねもし何のそういうことを考えなくてもたまたま偶然そうなってたとしてもね、うん、やっぱり誰かが責任取るんですよ。うん、それはそうでしょう、うん、まあね 無くしたで済まないじゃん、うん、誰かが責任取らんとでなんで支持されたんやったらこの人に支持されましたと言わないと、うん、だから支持した人が責任取るべきだし、うん、なんでそんな支持をしたのか言うべきじゃん説明責任果たすべきやん、はい、そうやって物事をちゃんとお追求していって 確実のもとにしていかない限り政治というものはその公平性とか公正性を失ったら終わりなわけだから、うんはい、やっっぱりり国民かから背をぽ向かれたら終わりでしょううだからやっぱりそこはそのあの普通の会社以上にね気を使っとかんたかんことなのにその他の会社にはいろいろ細かいことを言うのに、うん、自分のはそんなんでええのかという話にもなるじゃないですか。 僕らはでも、そのなんかね税務の申告とかするときに、いろいろやらされるわけじゃないですか。はい、領収貼り付けて、どうのこうのどうそうその。なくしましたで済むのかって言ういですよ。うん、済まないと思うんですよ、そういうのって。うん、だから、それを一番トップはそれやってるということ自体どうなのと。でそれが、何か一番トップ中のトップが言うたことが、あのつじつまわすためにそんなことしてるんやったら、最悪じゃないですか。うん、ね。 だから、あの、そんなこと僕らが言うとさエビデンス出せどうのこうのって話をしてくれる人が多いんだけどさ、うんはい、要するに今こう見えてる状況の中で分かることっていっぱいあるじゃないですかそれで分からなかったらおかしいわけで、うん、あえて分からないふりしてるだけの話でやって、うんはい、で分かることをまず詰めないといけないじゃん分かることを詰めて追及していってそれによって例えば野党でも国政調査権があるんだからそれを活用してで自民党もその解明する気持ちがあるんだから協力して、うん、あの、うん、ねえ 政治とししてて解決いいいいけばいいじゃないですかだからそれをしない誰かが例えば自民党がそういうことをさせないからとどまってるわけですよ、はい、でいつまで言うてんねんみたいな空気になってるわけよ、うん、で自民党もそれを期待していつまで言うてんねんという声を期待してやってるわけでしょ、うん、で,で少なくともトランプさんは安倍さんのことなんて気に留めてない、うん、前のあの、ね、ゴルフやってる時にバンカーに転げ落ちていく安倍さんを見て <laughs> 見せて別のとこ行ってましたからね。うんはい だから、<laughs> それもそう,そうだしこれもここやけどまあ、トランプさんからしたらまあ、何やってもおっぽふってついてくるぐらい思ってるんち、ね、ゃいますかう正直。うまいねでねそれが証拠にまたえ、4, 4兆4兆4千億6千億かなんかをアメリカの自動車会社自動車の方にこうなんかんあの出すとあのまあ、民間企業が出すというのことでよろしいですかんでも民間企業が出すということは安倍さんがなんで約束すんねんやという。 そんななな約束なんかできいいじゃないこの人、ねね、だから結局民間企業にもちょっと出したってとその代わり予算かなんか補填するわみたいなうん、うん、結局税金ででしかもそれはトランプさんにええ顔しようと思ってええ顔すんねったらもっとええ扱いされてこいと僕は思うわけよこんな気を使ってないね少なくとも悪気はないかもしれないけど少なくとも気を使ってない気を使ってないこと確かやからこういうねでしかもねそのう,う,うがちついでに言いますけどもね、うん その例えば TPP は絶対にやりませんと言ってました、はい、自民党はね、うんうん、その会議のテーブルにもつかないと言った、うん、それが率先するようになりましたますね TPP を、うん、で率先するようになったら今度アメリカがそれに乗らないとなりました、うん、アメリカ抜きでて話になってはしご外されました、うんうん で、アメリカが提案してきたのは二国間協議 FTA それやろうということ二国間で二国間でやっちゃうともうアメリカの言うままになっちゃうから日本はねこれは絶対それはやりませんって安倍さん言うてましたで、やりましたでもやりませんって言ったのその時に FTA という言葉を変えて別の言葉にして同じことなんだけどだから FTA はやりませんっていうことでなんかごまかしたわけよこんなごまかしやるやつって最低じゃないですか。 ね、だから「いやお、まあ、やらない」って言ってたけど実はこれこれこういうことでやることになりました多少名前変えたということは、うん、ここの部はちょっと違うんですというようなことを言う言うてやるんやったら私もねいやあのなんか FTA はやらないって言ったけどやってませんよ別のやつですよって言うてただけの話じゃないですか。ね、でまあそれもそれももちろんおかしいんだけどそれがまた二交間協議で。 農作物に関関しての関税の税問題ですよね、うんはい、いわゆるアメリカにかけてる関税をまあ緩くするとか、うん、でそれによったらアメリカのやつを買え人が増えてくるから日本の農,農作業に従事している人は致命的なダメージを受ける可能性もあると農作業に従事している人は自民党応援団が多いから自民党からしてもなかなかやっぱりそれって切り出せないわけですよ。選挙に響くでしょ、はい、だから安倍さんからしたら自動車の向こうの自動車産業に対して4兆円ものお金を 出すようにしますから、うん、その農作物ののあれれは待ってくれってくたの私もね、うん、その発表を選挙のあとにしてくれと、うん、選挙の前に言われると選挙に響くから、うんはい、選挙のあとに言うてくれやるのはええけど、うん、選挙のあとに発表してくれということを言うてその見返りとして4兆円をこう献上するというようなことだとも言われてるわけ、うん、受かった見方をすれば。うん ね,ねこれってさひどいじゃないですかそれがまあ。あのでそれをねこううまいことね自分がそう言うてないとかやるとかここやとか言うて何やらかんやらやってね結局またいつもどおり森友森掛けと一緒のように、うん、私は言うてませんとかいうようなことで、うん、結果としてこうなりましたということになると思うんですけども、うんうん、もうそういうことを許してたらダメですよ。も、うんね、もう今後ねそのの森友のさんががっっててたた確かやし、うん、あなた方が関わってる文言を300箇所も消,さ消さ